冬戦争、冬戦争、冬戦争、カオル・トルビソッタは、第二次世界大戦の勃発から3ヶ月目に当たる1939年11月30日に、ソビエト連邦がフィンランドに侵攻した戦争である。フィンランドは、この侵略に抵抗し、多くの犠牲を出しながらも、独立を守った。両国間の戦争が1941年6月に再開されたため、 第一次祖、カオル、ソ連フィンランド戦争とも言う。なお、後続の戦争は、第二次祖、カオル戦争、あるいは継続戦争と称される。1939年8月23日の、独ソ不可侵条約の秘密議定書によって、独ソによる東欧の勢力権分割が約束された。あと、ソ連は、バルト三国とフィンランドへの圧力を強め、バルト三国とは、 軍事基地の設置とソ連軍駐留を含む相互援助条約を結ばせた。フィンランドにも同様に国境線の変更や軍事基地設置とソ連軍駐留を含む要求を行ったが、フィンランド側は応ぜず、ソカオルカンの交渉は11月に決裂した。ソ連は自らの国境警備隊がフィンランド軍から発砲を受けたとして、 1939年11月30日にフィンランドに侵攻した。明らかな侵略行為に対して国際社会から非難を浴びたソ連は、1939年12月14日に国際連盟から追放されるが、戦争を終結させる上では何らの実効性も持たなかった。ソ連の指導者、ヨシフ・スターリンは実力行使すれば、フィンランドは和平を求めてくるだろうと考え、 フィンランド軍のおよその兵力を投入したが、結局マンネルヘーム原水率いるフィンランド軍の粘り強い抵抗の前に非常な苦戦を強いられた。イギリス、フランス等はスウェーデンの鉄鉱石を抑えるための名目として、フィンランドに対する支援をノルウェーなど、スカンジナビア半島北部を経由して行おうとしたが、この計画に対し、ノルウェーとスウェーデンは拒否したために計画を難航し、 英物の支援が本格的にフィンランドに到達することはなかった。フィンランドは1940年3月まで戦い抜くが、フィンランド第二の都市であるビープリを含む国土の10%、工業生産の20%が集中する地域をソ連に譲り渡すという過酷な条件の講和条約を結び、3月13日に停戦は成立した。この戦争により、 ソ連軍の弱体ぶりが諸外国に知れ渡ることになり、特にアドルフ・ヒトラーのソ連侵攻の決断に影響を与えたと言われている。歴代のソビート政権にとって革命発祥の地であり、ソ連第二の大都市であるレニングラードと近すぎるフィンランド国境は重要な安全保障上の課題であった。1930年代後半になり、ナチスドイツの傍聴政策が明らかになるにつれ、 もはや、この問題は、スターリンにとって、雑誌できるものではなくなった。そこで、ソ連側は、1938年4月より、在ヘルシンキ大使館員、ボリス・ヤルツェフを通じて、フィンランド政府と非公式な交渉を始めた。今日、伝えられている、この時の最終的なソ連側の要求は、というものであった。しかし、フィンランド側はおぜず、この交渉は、 1939年春には行き詰まってしまった。マンネルヘームはすでに現役を引退してアドバイザーの立場であったがソ連の要求を受け入れるべきだとしたが政府内の多数拝見とはならなかった。1939年5月にはソ連では比較的西側と協調路線であったマクシム・リトビノフは外務人民委員外相総統を更迭されスターリンは 公認に、ビャチェスラフ・モロトフを起用した。1939年8月23日、ソ連とナチスドイツの間に、相互不可侵条約が調印されたが、この協定には、東欧を独ソの勢力圏に分割する秘密議定書が含まれており、この中でドイツはフィンランドがソ連の勢力圏に属することを認めた。ソ連のポーランド侵攻から、間もなく、 バルト三国の外相は、モスクワに呼ばれ、9月29日にエストニア、10月5日にラトビア、10月10日にはリトアニアが、領土内にソ連軍基地の設置を認める自動延長の相互援助条約を強制的に結ばされた。バルト三国との交渉より、やや遅れて、ソ連からフィンランドに2国間の懸案の問題について、協議したい申し入れがあり、 直接交渉が10月11日からモスクワで始まった。この時に提示されたソ連側の要求はさらに厳しくなっており、おおよそ以下の条件であった。このソ連側の要求については、フィンランド側では2つの考えがあった。ユホエルッコ外相らは、この要求が最後という保証はなく、マンネルハイム戦を撤去してしまえば、次の要求に対して、 軍事的に抵抗する術もなくなる。よって、ソ連側の要求には、応じられない。い一方、パーシキビ、米のタネル、マンネルハイムらは、フィンランド軍の現状や欧州の情勢からして、ソ連の要求を審挙することはできないので、ソ連の要求を受け入れよ、という意見であった。結局、フィンランド政府は、レニングラード湾港の当初の割動とカレリア地況の、 国境線を若干西へ移動させる情報案を示したが、ソ連側はそれには応ぜず、交渉は11月5日には決裂してしまった。マンネルハイムは交渉の決裂後も政府に再交渉を求めていたが、11月26日には、とても現政権の国防外交政策について責任は持てないとして、顧問職の辞表を政府に提出した。 1939年11月26日午後、カレリア地境付近のソ連領、マイニラ村で赤軍将兵13名が死傷する砲撃事件が発生したとソ連側から発表された。この事件はマイニラ砲撃事件と呼ばれており、ソ連はこの砲撃をフィンランド側からの挑発であると強く抗議した。この事件は実際にはソ連が 自軍に向けて故意に砲撃したのをフィンラン軍の仕業にして避難し、この攻撃を国境紛争の発端に偽装したものであり、このことは近年明らかになったソ連時代の機密文書によっても裏付けられている。しかしソ連はソカオルフカシン条約の破棄を通告。11月29日に国交断絶が発表された。11月30日、ソ連は宣戦布告なしに思って、 フィンランド国境全域で進行した。ソ連空軍は国境地帯のほか、ヘルシンキ、ビープリなど数都市を空爆した。ソ連は、シロ路守る軍の流れを組むフィンランド現政権に対する人民放棄を期待していたので、空爆には爆弾の他に武装放棄を促すフィンランド語のパンフレットが大量にばらまかれた。その日の夜、愛もかやんでる政権で連立を組んでいた。 社会民主党の米のタネル増将は、カヤンデル首相に退陣を求め、12月1日に、カヤンデル政権は、総辞職した。タネルは、フィンランド銀行総裁のリストリュティに、首相就任を求め、リュティはこれを受け入れた。また、タネルは、自ら新内閣の外相に就いた。キュオスティカ・リオ大統領は、マンネルハイムに、辞表の撤回と、 国軍最高司令官への就任を求め、マンネルハイムは、これを受けた。12月1日、開戦当日の夕方には、ソ連軍に占領された、国境地帯の町テリオキ、現在、ので、1918年の内戦で敗れて、ソ連に亡命していた、共産党員、オットークーシネンを主犯とする、フィンランド民共和国が、ソ連のお膳立てで樹立され、ソ連は、この政府が、 フィンランド人民を代表する唯一の正当な政権であると宣言した。開戦当初のフィンランド軍は後に旧国の英雄と称えられるマンネルヘームを総司令官として自動車化された16万人の戦力を保有していた。ただし広い国土に分散して配置されており兵力的には圧倒的に劣勢のため戦術として死体戦術、焦土戦術、 デリラ戦を用いて対抗した。実動部隊としては、森林地帯の地理に熟知し、燃焼より狙撃に慣れ親しんだものを集め、白色の服などで十分にカモフラージュされたスキー部隊が活躍した。その他に、スペイン内戦を起源とする即席のガソリン製、手投げ弾や火炎瓶が製造され、ソ連戦車に対して大きな効果を上げた。 当時のソ連外相のモロトフをこの爆弾で文字通り、温かく迎えて、ローという意味を込めて、モロトフカクテルと呼ばれた。これは、モロトフ外相がフィンランドへの空爆を、人民にパンなどを投下しているなどと発言したことに、対する皮肉と言われている、真相は定かではない。ドイツ軍による、物量圧倒戦、ポーランド侵攻を、自らの手により再現することを夢見ていたソ連は、 戦争の勝利を楽観視していた。フィンランド侵攻に先立って開かれた軍事会議では万全を期して2から3ヶ月分の確保が必要とする意見もあったが、少数意見として黙殺され、1から2週間分の弾薬供給で十分とされた。陶器戦闘の準備は全く不十分で、特に森林戦を想定しておらず、鈍重で攻撃されやすい車両を多く使用していた。 1939年から1940年にかけての冬の気象条件はマイナス40度になる日が連日続くなど極寒であり、これもフィンランド軍に有利に働いた。一説によると、ソ連軍の戦死者の80%は補給を断たれた末の投資によるものと言われている。また、スターリンの大粛清により、赤軍将校が多数処刑されたことで組織が骨抜きになっていたため、 数に任せた第一次世界大戦さながらのバラバラな銃剣突撃を繰り返すだけという無能無策ぶり、さらけ出していた。森の中の道を更新するしかないソ連軍部隊は、白い服装で隠れていたフィンランド兵の格好の餌食となり突然攻撃を仕掛けられ、待ち伏せにより大損害を被った。待ち伏せ攻撃は、モッティ戦術と言われる、包囲戦術に発展した。 スキー部隊等を活用して、更新するソ連部隊の戦闘工備を叩いて、身動きを取れなくし、包囲殲滅していく戦術である。フィンランド軍の武器、弾薬、装備は極度に不足していた。開戦時、基礎訓練を終了した兵士にだけ軍服と武器が支給され、残りのものは自前で武器を調達し軍服を製作しなければならなかった。これらの自作の軍服に対しては、 当時のフィンランド政府の首相愛もかやんでるにちなんで、かやんでるモデルという愛称が付けられた。また、ソ連軍から露角した装備、武器、弾薬が積極的に再利用された。フィンランド独立後に小銃の光景を変更しなかったため、ソ連の弾薬がそのまま使えるということも幸いした。ソ連は、レニングラード軍管区の四個軍を作戦に投入、第七軍は、 カレリア地境の国境要塞線を突破して、首都ヘルシンキを目指し、第8軍は第7軍の支援を担当した。第9軍はフィンランドを南北に分断するため、スオムスサルミの攻略を目指し、第14軍はラップランドへと進撃した。11月30日ソ連空軍は首都ヘルシンキを空爆、赤軍はフィンランドへの侵攻を開始した。 フィンランド国防軍最高司令官マンネルヘームは、第9師団に、赤軍第9軍への反撃を命じ第16、連隊を主力とする独立作戦集団を編成、タルベラ大佐に指揮を任せラドガコへ進撃中の赤軍、第8軍に反撃を命じた。赤軍第7軍の、第49師団は、カレリア地境、マンネルヘーム戦のタイパレオ再戦の突破を、試みたが、 フィンランド陸軍第10師団の反撃により攻撃は失敗し甚大な被害を受けた。ラドガ方面ではトルバヤルビに進出した赤軍第8軍の第139師団がタルベラ作戦集団に包囲され1000名以上の擬車を出し配送した。そこで第8軍はコンラー川を溶かして守りのテウスナロイモライ4個師団プラス1個旅団の大戦力を投入し、 突破作戦を開始した。しかし、こった防衛陣地を守るフィンランド軍第12、師団の猛反撃により攻勢は足止めされ、第8軍は進撃停止を余儀なくされた。ラーテ、カイドウ、ラッテリンドウを進撃中だった、赤軍第9軍の第163師団は、フンランド軍第9師団に包囲され孤立した。こうして、赤軍の攻勢は前戦線,線で食い止められ一部の、 部隊は分断され包囲殲滅の危機にさらされていた。戦火を焦ったレニングラード軍艦区司令官、メレツコフは12月16日、マンネルヘーム戦への総攻撃を再開。赤軍第七軍が、スンマヨウ再戦への攻撃を開始したが、フィンランド軍の守りは固く甚大な損害を受け、総攻撃は失敗に終わった。その後も第7軍は、 マンネルヘイム戦への総攻撃を繰り返したが、ことごとく撃退され、損害のみが増え続けた。一方、赤軍第9軍は包囲された第163師団を救援するため、第44機械化師団を派遣した。第44機械化師団は、ラーテ街道で雪に進軍を阻まれ、立ち往生している最中に、第9師団の奇襲を受けて、壊滅。 完全に孤立した第163師団も殲滅され12月9日から開始されたスオムスサルミの戦いはフィンランド軍の完全勝利に終わった。赤軍第9軍の損害は戦死、行方不明者2万4千人に達し、壊滅的敗北をした。相次ぐ惨敗に驚愕したスターリンは、攻勢中止を命令した。国際世論は、 圧倒的にフィンランドを支持していた。当時、第二次世界大戦は、まやかし戦争と呼ばれる昇降状態にあったため、実際に戦闘が行われている冬戦争に注目が集まった。イギリスでは労働党が1940年に配布したパンフレット、フィンランドスターリンとヒトラーの犯罪的因望の中で赤いツアーリー、スターリンは、 帝政ロシア以来の伝統的帝国主義を推進し、民主主義の小さな拠点に対して侵略戦争を行っているとソ連の行為を非難した。アメリカ合衆国はフィンランドに対し1000万ドルの借款を提供する一方、ソ連に対しては同国向けの軍需物資の供給を遅らせる行為、精神的金入を開始した。また、アメリカやカナダに移住したフィンランド人の中には、 祖国に戻り義勇兵となった者もいた。後に俳優となったクリストファー・リーもその一人である。隣国スウェーデンからは軍事物資、資金、人道支援のほかに9000人余りの義勇兵が派遣された。ソ連軍の戦闘機は彼ら義勇軍の乗った輸送列車も攻撃した。フランスでは反素感情が高まり、ダラディエ首相はドイツに石油を供給しているソ連の爆油を トルコの協力を得て爆撃する計画をイギリスに提案している。しかし、英仏両国は対独戦の最中であり、ソ連にも戦線復刻をして、戦線を拡大することは避けたく、イギリスはこの提案を拒否した。ドイツは外務省が冬戦争の開始前から秘密議定書の内容を遵守することを明確にし、すべての在外外交官に対して、 ソ連側の立場を支持するように訓練しており、もはや頼みにならなかった。しかし、他に頼みとするスカンジナビア諸国や連合国の各国政府の反応もフィンランドへの積極的な支持とはいかなかった。戦争に巻き込まれる懸念のほか、自国の戦争準備に手一杯であり、傍観するか中立を貫いた。しかし、ヘルシンキにいた外国の特派員が、接中の奇跡として、 フィンランドの予想外の前線が報じれた。1940年2月、英仏はポーランド亡命政府の部隊も加えた連合軍でノルウェーのナルビク港に10万人の兵士を上陸させ、スウェーデン経由でフィンランドを支援することを名目にドイツへ鉄鉱石の輸出を停止させる作戦計画で一致した。しかし、ノルウェーとスウェーデンはこれを拒否し、作戦は ペーパープランの意気を脱することはなかった。スウェーデンは冬戦争で中立を宣言していたわけではないが、戦争開始直後にドイツ政府からスウェーデンが何らかの形でフィンランド側に加勢すれば、直ちにドイツスウェーデン両国が戦争状態に入るだろうと警告されていた。1940年1月にフィンランドの米のタネル外相がスウェーデンの支援を求め、 ストックホルムを訪問した際には、スウェーデン政府の冷淡な対応が知れ渡り、スウェーデン国内に政府非難の声が広がり、沈静化のために国王が国民向けに声明を出す事態となった。冬戦争末期、フィンランドからの要請があれば、英英物より5万名の兵士が派遣されることになっていたが、実際にフィンランドに向かうのは6000名で、残りは スカンジナビア半島北部の鉄鉱石産出地域の防衛の任につくことになっていた。戦後明らかになったことによれば、連合国の遠征部隊の司令官は、ソ連軍との直接的な戦闘は避けるように命、されていた。これには、イギリス政府のウィンストン・チャーチルの意向があった。このように、他国からの支援のほとんどは、全く不十分であるか、時期を逸していた。また、 世界各国から兵器が供与されたが、いずれも旧式な兵器ばかりであり、数も少なく、フィンランドを決定的に有利にする支援はついぞ行われなかった。後に、モスクワ講和条約が結ばれると、フランスのダラディエ政権は、フィンランド支援失敗の責任を追求され辞職に追い込まれた。冬季装備も満足にしていなかったソ連軍は、各地で撤退を余儀なくされていた。 スターリンは、小国相手に無様に惨敗する自軍からの報告に、怒り狂い。敗北の責任は、大粛清で赤軍の優秀な将官が失わたことに、求めず、ソ連の国防省、国防人民委員であるクリミント・ボロシーロフに、こすりつけ彼の責任を厳しく追求した。ボロシーロフは、ロシア革命以来のスターリンの友人だったが、この時の侮辱には、我慢できず、 ついに目の前の独裁者に向かって敗北について責められるのはあなたの方だ。あなたは我が軍の優秀な将校を処刑したのだと怒りの声を上げて反論した。深夜にスターリンの別荘で開かれていた主演で起こった両者のののしり合いは激光したボロシーロフが小豚の丸焼きを乗せた大皿をひっくり返すまで続いた。ボロシーロフはこの後国防人民委員を解任された。 周りの者は誰しも、これで、ボロシーロフの政治生命も終わったと予想していたが、引き続き、クレムリンで政治家として生き残り、後に、ソビエト最高会議官部議長に就任している。1940年1月、初期の敗戦の責任を取らされる形でボロシーロフは、罷免され他にも数名の将校が銃殺された。そして、新しい総司令官に、 セミオンチモシェンコが任命され、体制の立て直しが図られた。12月末には、第7軍に加えて、第13軍が増援として送られており、この2個軍はさらに砲兵などの増援部隊を加えて、北西正面軍として、再編成が行われていた。これらの兵力をもって、カレリア地境のマンネルヘーム戦に対して、2月1日に攻撃が再開された。2月10日までは、 空襲と砲撃を行い、2月11日より、軍の前進が開始された。ソ連側は多大な死傷者を出しながらも、圧倒的な物量により、鉄壁だったマンネルヘイム戦の突破に成功した。ソ連指導部は、戦争開始から1ヶ月も経たないうちに、この戦争の落としどころを考え始めていた。死傷者の増加や、戦争の長期化、泥沼化は、 ソ連国内の政治課題ともなっていた。また春の訪れとともに、ソ連軍は森林地帯のぬかるみにはまる危険があった。ソ連は攻撃と並行して1月12日に和平交渉の再開をフィンランドに提案した。1月末にはスウェーデン政府を経由した和平の予備交渉にまで至っていたが、フィンランド政府はソ連の提示した厳しい講和条件に躊躇せざるを得なかった。 しかし、スウェーデンをグスタフ5世が、フィンランド支援のために、正規軍を派遣しないことを公式に表明したことに、加えて、2月末までに、フィンランド軍の武器、弾薬の消耗が激しく、マンネルヘーム元帥はこのまま戦争を継続した場合、敗北は必死で、フィンランドの独立さえ危うくなるという政治的な判断により、講和による決着を考えていた。 これを受けた政府は2月29日より講和の交渉再開を決定した。同日、フィンランド第二の都市であり、首都ヘルシンキへの最後の防衛拠点であるビープリに対してソ連軍が殺到しており、フィンランド政府にもはや猶予はなかった。和平交渉の結果、両国は3月6日に停戦協定に達した。 4ヶ月間の戦闘で、ソ連軍は少なくとも12万7千人の死者を出していた。ソ連軍の戦死者は20万人以上とも言われ、ニキータ・フルシチョフは100万人としている。フィンランド側は約2万7千名を失い、さらに講和の代償も決して安いものではなかった。1940年3月12日、モスクワ講和条約が結ばれた。フィンランドは、 国土面積のほぼ10%に相当するカレリア地境の活動を余儀なくされた。カレリアは産業の中心地であり、第二の都市ビープリを含んでいた。当時のフィンランド全体の人口の12%に当たるカレリア地境の42万2千人は、ソ連側が示した10日間の期限内に、故郷を離れて移住するか、ソ連市民となるか、選択を迫られた。その他にも、サルッダ地区、 バレンツ海のカラスタ・ヤンサーレント半島、及びフィンランド湾に浮かぶ4島を割譲し、さらにハンコ半島とその周辺の島々は、ソ連の軍事基地として30年間咀嚼されることとなり、8000人の住民が立ちのいた。フィンランド市民にとって、この過酷な講和条件は衝撃であり、その精神的ショックは、戦い続けた場合よりも多いのではないかとさえ言われた。 モスクワ講和条約を結ぶために、ソ連の傀儡政権だったフィンランド民主共和国は、モスクワ講和条約が結ばれた1940年3月12日に、フィンランド民主共和国政府は、無用な流血を避けることを選んだとして、ソ連の構成国である、カレロイコールフィンソビエト社会主義共和国に統合され、廃止された。その後、なんとか独立を維持していたバルト三国は、 1940年6月から8月の間に武力でソ連により並行され、それぞれソビエト連邦内共和国となった。1940年6月にはフランスはドイツに降伏し、西側でドイツと戦っているのはイギリス連邦諸国だけとなった。フィンランドは冬戦争後スウェーデンとの軍事同盟を模索したが、ドイツの反対でこれは実現しなかった。 その結果、フィンランドは軍事援助を受けることを目的にドイツに接近し、秘密裏に軍事基地の提供などを行い、ドイツ軍はフィンランド領内に駐留を始めた。これは明らかな独ソ不可侵条約に対する違反で、後にソ連側に発覚し、大問題となった。1941年6月22日のドイツのソ連侵攻にフィンランド軍は参加しなかったが、 ソ連軍がフィンランド領を空爆したため6月26日にはフィンランドはソ連に戦線し継続戦争が始まった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。